長安氏長安氏は中国五漢時代末期の冠岸。霊帝の時代、中条寺に任命され、牽政を振るった十二名の冠岸の一人である。彼らは、それぞれが劣行され、親族も地方の官職を得て、私服を肥やしたという。百八十四年、黄金の乱が勃発すると、老中の長人氏は乱を鎮めるため十条寺を切って、天下に謝罪すべきと上奏したが、 霊帝から拒絶された。蝶安氏については、記録が乏しい。189年、炎症等の総統軍の攻撃で殺害された、宦官,官たちの中に含まれているかどうかも不明である。小説、三国支援儀には登場しない。蝶安氏は、中国語館末期から三国時代の武将。儀に仕えた。子は、蝶治孫は、蝶。創尊は、蝶方。 重帝は長家、義士に、捨てがある。トン軍の構想であった。当時のトン軍は、近隣の主戦軍に、甲下、長液軍には、超進むという人物が拡挙しており、それぞれから平頓しようと狙われていた。また、朝帝との連絡も満足につかない状況であった。大主である、馬も草が亡くなると、長安氏は、人徳の良さと学問に優れていたことから、 長氏の代行に推挙された。長安氏は、こう、朝廷の実権を握る曹操のもとに派遣し、大使の派遣を要請した。子は、主戦軍で、高下に抑留され脅迫を受けたが、高下に屈服することはなかった。これを聞いた、長安氏は、重廷二軍を引きさせ高下を攻撃し、自身も兵を引いて高下と、長進むの目を欺いた。さらに、 精鋭の騎兵を送り正式な大使である、インササグを迎えることに成功した。効果が後に、近城大使であるイケルソクに降伏すると、子は、無事に敦行へ戻ることができた。気王朝が成立すると、長安氏は、館内公となり、再起防行為に任命された。後に中央に召し出されたが、病気のため辞退し、台湾年間に死去した。習金号を追贈された。子は、 近城大使となり、父と同様に名声を高めた。また孫は、進むの交換大使、郷土中老将となった。創尊も、真の公文老となっている。ありがとうございます。